はい、どうも、ワドツー。便乗されてましたんで、正当性を訴えていきます。皆さんよろしくお願いします。俺が不正受給バレたって何のことを言ってんの？どういう根拠で言ってんの、水にゃん。どういうことですか？調べもしないで適当なこと言うのやめてください。便乗枠ですか？便乗枠。まだ何かありましたか？カエルさんチョコありがとう。なんかね、ミズニャンがね、ミズニャンのふわっちの放送のタイトルが、和道さんが、生活保護不正受給がバレたらしい。これどう思う？不正受給なんか全然してないんですけど。不正受給なんか全然してませんけど、どういうことですか？逃げないでくださいよ。逃しませんよ。どういうこと？どういうこと？俺不正受給なんかしてませんけど、一切。おかしいでしょ、どう考えても。知れもしないで知ったかぶってさ。あんたさ、生主でしょ？調べもしないでさ、どういうことなのって思わない？水谷の状況全く分かってないよね。これ恥かくぜ。水谷の状況全く分かってないよ。逃げるなよ、マジで。なんかニコ生っぽくなってきた。ドラちゃん血が騒ぐでしょ。いや、おかしいでしょ、どう考えても。ちゃんとしていた収入は申告してんだよね。してる。もうずーっと話してる通り。もうっていうか、またそこに立ち返るのっていう話になるじゃん。新しいフォロワーさん紹介します。吉田智樹さんフォローありがとう。はい、ご指名ですよ、水にゃ。俺と直接話せばいいじゃんって思わない？事実と全然違うよ。ねえ。だったら俺と直接話せよって思わない？俺全然話すよ。直接話しましょうよ。ぐだぐだ言ってないで。水にゃんさん、間違った放送流してないで直接本人に確かめればいいんじゃないですか？何便乗枠やってんの？不正受給がどこになるのか。出てこいやだよね、完全にね。美味しく調理してあげますよ、僕が。恥かかせてあげるからこっちおいで。寝起きで分かってないよね、完全に。だったら虚偽通報でこれ、虚偽通報、ね、虚偽タイトルじゃん。不正受給でバレたらしいってなんだよな。おい、出てこいや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 、この野郎。なあ、逃げんなよ。逃げんなよ。おい。散々さ、人の名前でタイトルで間違った情報を流してんだから逃げんなよ。そう思わない？一回いらっしゃい。見逃しませんよ。明らかに間違った情報だからね。青白きインテリ、水にゃんのプライドをズタズタにしましょう。全然話しましょうよ。むしろどこが不正受給なのか聞きたいぐらいなんで、こんなね、寝起きの顔でね、どういうこと？完全に知ったかぶってるでしょ。突してきて、俺の LINE 投げるから、俺、LINE しかやってないから、LINE 教えて、LINE。LINE 俺の情報投げるから、お前がタイトル入れたんだから、お前がかけてこい、バカ。何偉そうに言ってんじゃ。俺の LINE これ。俺の LINE これ。許せねえよ。俺の LINE これ。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。みやさん、和道です。はい、これ投げてきて。ふざけんじゃねえよ。あ、いいや、俺投げるわ、自分で。俺投げるわ。美容師さんか。美容師さんいらっしゃい。楽しんでってください。スカイプかけたら、とするよ。全然。全然やりますよ。全然やりましょうよ。法律家になれなかった、自称法律に詳しい水にゃん。法律家になれなかった、その辺を知らないな、全然。全然やりましょうよ。とことん。そんな俺が不正受給してるって言うんなら、とことんやりましょう。とことん。俺のディベートで勝つところ見せてあげるよ。ナインさんいらっしゃい。楽しんでってください。フレディさんいらっしゃい。
返礼金を返戻しって言ってた。まあまあまあ、見ててください。あれ？トツかけてこないって逃げてんの？どうなの？事実と違うこと言われてんのは不愉快ですよねっていうか、思いっきり間違えてるから、恥かくよ。姉ちゃんはどつ、久々ニコ生っぽくなってきたよ。うん。向こうから初見、うたたらさんいらっしゃい、和道です。どうも、悪名高き和道です。ニコ生から、ふわっちやってます。よろしくお願いします。面白かったらフォローしてください。さあ、とことんやりましょう。もうね、タイトルで勝ち上げてくれたんでね。新しいフォロワーさん紹介しまーす。ポンツさん、ポンツさん、フォローありがとう。初見さんいらっしゃい、ハリーさん。楽しんでていい？お前らよ。おい。水クソがよ、グダ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 言ってんだろ。おい、誰相手にしてると思ってんだよ。カッチカチにしてやるよ、この野郎。おい、かけてこいよ。おい、水クソこの野郎。てめえこの野郎。お前よ、俺がよ、このギターでよ、ガッチャガチャにしてやっからよ。なわけるけ。ちょっとね、今日配信がずっとやってるから、うなちゃんまよりひどくてネアン中になっちゃったよ。早くかけてこいよ。はい、ネイちゃん。本命チョコありがとう。 Thank you。 カエルちゃんパフェありがとう。似てる？ああ。もう今日はニコ生ズハイだよ。そうやな。ふわっちハイだよ、ふわっちハイ。配信の向こう側にいるから、俺今。昨日の夜中の13時からずっと配信やってるからね。スカイプイミズヤにかけたら、俺ね、URL 送ったよ。URL 送った。かけてこないんですよ。LINE の URL 送ってます、僕は。かけてきてください。LINE の URL 送ってますよ。かけてきてください。逃げませんよね。まさか向こうからさ、不正受給なのを言っといて。ねえ、レイさんね。うん。おい、モノマネとかよ、おい、バカかよ、モノマネとかやるわけねえだろうかよ、誰だと思ってんだよ。和道のネタで和道よりアクティブ稼いでる。アクティブ俺今日どれくらいだ。うん、来いよ、早くかけて来いよ。うん、ふざけんじゃねえよ、不正受給じゃねえよこの野郎、マジでよ。教えた俺に感謝しろ。余計なことすんなよ、暁。余計なことすんな、つも。はい。新しいフォロワーさんを紹介しまーす。みやさん、フォローありがとうございまーす。みやさんに続きまして、うたたらさんフォローありがとう。なんで前は抜いたんでしょうよ。ああ、邪魔くせえからよ。ぶっこ抜いたんだよ。うるせえよ。誰がうなちゃんマンのバーターだよ。でも結局下調べもしないでさ、こんだけふかしてるのがさ、もうこれが配信界の現状だよね。女子供に頭いいふるすんの上手。おい、ボロボロにしてやるよ、俺が。本当に頭いいかどうか、俺が暴いてやるよ。おい、競馬場からいらっしゃい。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさんを紹介しまーす。新しいフォロワーさんは、あかつきと、うりうるちゃん、にゃっきちゃん、フォローありがとう。論破するよ。ただね、論破はね、相手の持論だからかけてこいって。逃げてんの？ブルってんの？うん。ブルってんの？マジで。おい、ピッチャービビってる。なんだ、じゃあリングで蹴りつけるか？おい。リングで蹴りつけるか？便所さんの枠空いてるぜ。おい。リングでもいいぜ。トツでもリングでもいいぜ、俺はやるぜ。どっちでも選んでて、リングかトツか選べって言って。リングかトツか選べって言っといて。リングかトツか選べって。俺はどっちでもいいぜ。リングにするか？便所さんがいい企画用意してくれてんだよ。リング、どっちでもいいぜ、俺。うん。言葉なしでやっちゃう？配信者同士腕っぷしで。やっちゃいます？新しいフォロワーさん、ヨシさんフォローありがとう。うん。二人と戦う。スカイパーやってないです、僕。
スカイプはやってません。LINE のみです。スカイプはやってません。と、う、も、ん、さんいらっしゃい。LINE、うん、は面倒。こっちはスカイプ面倒なんだよ、バカ野郎。うん、何大物ぶっ飛んでた。てめえから枠出して、てめえからかけてこいよ。言いたいことあんじゃねえのかよ。ちげえの？人様の名前をタイトルに出しといて、ね、言いたいことも言えないんですか？僕全然いいっすよ。全然いいっすよ。うん。どうぞ、好きに。ただ、はっきり言って、もしこれで逃げるんだったら、これ明らかに間違っ、どう思う？170人が一斉に通報するよ。こんなシャシャル和道くんマーク以来だな。はい、さようなら。逃げてるよ。ミズニャンが書けないなんておかしい。どうなんだろうね。うん、いいじゃん、別に。俺は美味しいから。ありがとうございます。名前出してくれて。ラサールから29で、海明大学？海大？もう社会学部って完全なラサールの話だし、ラサール行ってたの？超頭いいじゃん。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。別にいいよ、逃げてもですって。じゃあいいや。うん、じゃあいいや、うん。いいよ、じゃあ。俺は見せたから誠意を。じゃあ、直接話そうよっていう誠意は俺見せたけど、書けなかったのは向こうだから。あとはリスナーさんがどう判断するかだよ。逃げかどうかっていうのは。いいよ、いいよ。だって俺はさ、もう LINE ID まで晒してるわけよ。で、めんどくさいの意味わかんないじゃん。普通にクリックするだけなんだから。うん。いいんじゃない？恥かくだけでしょ？いいじゃん。LINE めんどくさいの、そんな言い訳通用するわけないじゃん。うん。そう思わない？そんな言い訳通用しないでしょ？こんだけさ、LINE の URL 貼ってんだよ。ワンクリックでさ、出せるんだぜ。意味がわかんないでしょ。完全にタイトル詐欺でしょ？自分で株下げてるだけだよ。俺はね、全然リスナーさんがいっぱい来てくれるから、ミズニアンリスナーがさ、全然そう被ってないから、美味しいの俺だけだよ。悪いけど。うん。どうなんだろうね。どうしたいのかわかんないよね。何がしたいのか全然わからん。何が目的で何がしたいのかね。ポルチキさんいらっしゃい、初見さん。めんどくさい、逃げじゃん。だってさ、相手のことをさ、タイトルに出してるんじゃん。でしょ？要は、こいつの話題するよっつって、文句があるならかけてこいよっつって提示してるわけじゃん。ねえ、めんどくさいって言ってんだよ。だったらタイトル変えろよ、今すぐ。そう思わない？だったらタイトル変えろよって。ねえ、ただの閲覧稼ぎじゃんね。お前が閲覧稼ぎやるんだったら、こっちも閲覧稼ぎさせてもらいますよ、そりゃ。うん。ファンのボルシー、全然いいと思うよ、ミズニャンのファンで。全然いい。別に敵対してるわけじゃなくて、だから、文句があるんなら俺受け付けるよって。あなたの言ってること間違ってるよって言ってるだけだから。閲覧稼ぎたいだけでしょ？ただ。いや、正論っていうか別にファンはいっぱいいると思うから、全然構わないですよ。初見さんいらっしゃい、デデさん。俺はワドさん派？いや、誰々派とかじゃないでしょ。タイトルにさ、タイトルに上げておいてさ、めんどくさいから出ないって意味がわかんないでしょ。ミズニアンと揉めてるわけじゃないんだけど、なんか俺のことをなんかタイトルに出してるから、文句があるならトツかけろよって言ってんの。税金泥棒とか言われてるし、税金泥棒じゃねえわ。水クソニコ生時代に中学生に引行して逮捕されたくせに、よく大学復帰できたな。大学は前科があっても復帰できるんだな。実刑じゃなければ。どうなんだろうね。金持ちなんじゃない？親が。うん。まあまあいいんじゃん。まあ本人が LINE 出たくないんだったらね、そこまで無理にさ、強要することじゃないしさ。生活保護抜けましたよ、僕。元生活保護者です、ローパンさん。うん。中学生と引行したんですかとかめっちゃ書かれてるし。中学生と。うん。
来たばかりだから何が起きてるんだ、教えてくれ。ですね、まずミズニアンの枠を見るのが多分ね、ダカロスさん分かりやすくて、ミズニアンが僕の名前をタイトルに書いて不正受給だっつってるんですよ。だから、ね、不正受給してないよって俺は言ってて、その論拠を別に文句があるんだったら突かけてきなよって言ってんの。そう、俺全然説明するからって。そしたらめんどくさいって言って逃げてんのよ。なんだそれって話だ。ミズニアンにだから俺は不正受給って言われてんだよ。ネイちゃん本命チョコありがとう、ありがとうございます、あざす。パイセンに生ポ脱出のコツをアドバイスしてください。ふわっちで配信やることだね。和道さんが不正ってことになってる。それを信じるリスナーは相当情弱だと思うよ。相当情弱だと思うよ。うん、うん、マネージャーが頑張ってる、マネージャーが。うん、相当相当立場悪くなってるでしょ、ミズニアン。不正受給してないですね。はい、だからミズニアンが文句あるんだったら受け付けます、 LINE を。だからミズニアンに言ってください、和道と LINE 出ろって。僕全然彼の質問に答えるんで。うん、全然だからもうミズニアンにやらせようよ、でしょ。ミズニアンが言い出したことなんだから責任取ってよ。ここまでさね、嘘の情報拡散してるわけだから。うん、早とちりしてるんだよ。だから恥かくよって言ってんの。だから逃げてるわけよ。逆に和道さんスカイプできない感じですか。スカイプできないっていうか、もうここまで来たら面白いじゃん。やらせようよ、どうやって逃げんのか、なんて言い訳すんのか、面白くない。いやーいやいやいや、ここは折れないよ俺。うん、ここは折れないよ。俺は俺のルールがあるから。 LINE しか公開してないもん俺。スカイプなんてやってません。向こうはロジック組み上げてない状態で閲覧欲しいだけだから、ワドに突して詰められないって分かってやってる。頭いいよ、さすがだよ。うん、閲覧稼ぎてえだけだから、うん、どうしちゃったん、ブルっちゃったな。喧嘩突もできなくなっちゃったの。水には変わっちゃったな、変わっちゃったな。ツイキャスってそういう場所なんだな。うん、ニコ生の時はあんだけやり合ってたのにな、変わっちまったな。保守的になったな、みんな。あっちは名前出してるから LINE を、LINE を折れる必要はない。じゃあ今度、じゃあ面白いことやってあげようか。特別だよみんな、俺はリスナー大好きだからやるんだよ。俺はリスナーに答えてるんだからね。ミズニアに折れたわけじゃないよ。おい、よろしくお願いします。さあ、いくよ。スカイプ ID です。はい、もう逃げれませんよ。スカイプ ID です。折れたかんね、ミズニャン折れたからね、知らないよ。さあ、なんて言い訳すんのかな。さあ、どんな言い訳が聞けるかな。お国と戦いますよ。僕のツイッター詳しくは見てください。はい、詳しくはですね、僕のツイッターを拝見していただけると、ことの詳細がわかると思いますので、もしね、今回の話を拡散させてくれる人いたら、このツイッターを見ていただけると嬉しいです。言い訳させないよ。うん。言い訳なんてさせませんよ。やるんだったら徹底的にやろうよ。ねえ。めんどくせえ。はい。このツイッターを見てください。ちょっと待って。はい、これです。なんて言ってんの、なんて言ってんの、今度は、今度はなんて言ってんの。スカイプめんどくさいって言ってんの。今度はなんて言ってんの。今度はなんだって。文句言ってきた。カシキさんいらっしゃい、楽しんでいってください。今度はなんて言い訳してんの。スカー上がったぞ。お、どうだろう、来てないっすね。かかってきてないっすよ。うん、かかってきてないっすね。新しいフォロワーさんを紹介します。楽しんでってください皆さん。デデさんフォローありがとう。ボロクソに言ってきた。うん、さあどうすっかね。うん、あ、来た。もしもし。
はじめまして。はじめまして。どうも、今、元気ですか？はい、元気ですが。私ちょっと日本語が変なんですけど、気にしないでもらえますか？はあ。はい。はい。なんでスカイプの ID 晒したんですか？どこにでしょうか？ふわっちに。話の流れを全く理解してないでかけたんですか？そうです、お引き取り願います。すいませんでした。はい、また話したいです。さようなら。さようなら。で、誰だよ空気を読めよ。売名の仕方もちょっと考えろよ。せめて名を名乗れ、うん、完全に冷やかしちゃったね。誰だよ、ね、本当に誰だか分かんなかったし、うん、ぶっ込まれたよ、ね、ぶっ込まれた。何者だっていう、うん、名も名乗らず去っていったからね。一体何だったんだっていうね、うん、なんで晒したんですかって、お前放送見てたら分かるだろ、流れで。タイトル見ろやお前かい売名じゃねえか。仮想生主のデビューしたての仮想生主の売名じゃねえか好きさえあればじゃない、そういう問題じゃないから。あー、のんたんはもうのんたんはね、2チャンネルだからね、大好物だよどんな顔してんのかちょっと見てみようか。のんたん、のんたんちょっと顔見せて寝てたんじゃねえのかよ。ちょっとこっち見て、のんたん、どんな顔してて、喜んでる喜んでる、ちょっとこっち見て喜んでる喜んでるのんたんが生き生きしてる、のんたんが生き生きしてる、のんたんがもう祭り始まったよ。出番だーって、すっごい笑顔でアンチコメント。のんたんが動いて、これ厄介だよ、うん、のんたん敵に回さない方がいいよ。充実してるね、寝起きの顔とは思えないね、どうでもね。あ、ヒャッハーしてるね魚雷食らうぞ。いや、すごいよ、ノンタンは一瞬で IP から特定するからね。もう敵に回したらアウトだよ。バカだね、バカはバカだね。一番敵に回したくない人動いちゃったね。スカイプ出ない、出ないっつうか、かけてこないんだけど、出てこないですね。うん、スルーしたら墓穴掘るって言ってる。スルーしたら墓穴掘る。スルーする人間がなんでタイトル打つんだって話。もうさ、言い訳がさ、もう苦しすぎるでしょ。さすがに苦しいぞ、水にゃ。お前さ、いくらさ、閲覧持っててさ、いくらキッズに囲われてるからってさ、それはねえだろ。お前からタイトルにしといてさ、スルーしたらボケ掘るって苦しすぎるだろ。LINE がめんどくさいで、スカイプでさ、ここまで俺でじゃあ何すりゃいいんだって話だよ、でも。墓穴掘るは笑うよな、ほんと。アホだな、マジで。もう、のんたんの話にすり替えてんだ。どっちがスルーなんかね。水にゃんからの凸待ってるわけですよ。水凸待ちですよ。水凸待ち。うん。さあ、どうなるかな。行政訴訟頑張ってとか言ってる。ああ、もう全然話分かってないじゃん。全然話分かってないじゃん、水にゃん。中村さんいらっしゃい。大丈夫ですか？何に対してでしょう？何が大丈夫なんでしょうか？いやー、結局、ここなんだよな。こういうとこだよな、結局。ポックンいらっしゃい。イライラしてくるんだけど。いやー、もうすごいですよ。敵を作りまくってますよ。さすがにこれはないわっていう状況でしょ。さすがにね、ミズニアンの囲いも引くレベルですよ、これは。これはファン減るぞ。いや、がっかりでしょ。ミズニアンにここで圧倒的にワドをコテンパンに論破してもらいたいでしょ、みんなは。
みんなが期待してるのはそこなんだよ。俺が泣くぐらいのさ、もうへばるぐらいの、下手打つぐらいの上げ足を取ってくれるのを期待してるわけじゃん。要は、和道が言っちゃいけないことやった、あいつ不正受給確定だ、わーいってやりたいんでしょ。そこをさ、逃げるってどういうことだよね。うん、もしかしてもう一く、曰くだけ、わー面白いと思って悪口言っちゃってるだけなんじゃないですか。いや、多分ね、もう便乗だよ、完全に。完全に便乗だよ。閲覧稼げるネタ発見。ツイッターで見ちゃった。なんだかわかんないけど開いてみよう。リスナーさんのコメント拾ってればなんとかなるだろうだよ。完璧にアホでしょ。完璧にアホだよ。ファンでしたよ、今日までは。だから本質が出るんだよ。これが格の違いだよ。わかります？これが格の違いですよ。いや、便乗芸でしょ、完全に。うん。あいつ最近便乗しかしてない。そして逃げる。いや、だからそういうことでしょ。いいじゃん、ほっとけば。全然。ヘタレ野郎じゃん。いや、だから、全然話すよ。普通に話すよ、別に。普通に話すよ。うん。ロリコン確定。うん。まあ、いいんじゃないですか。がっかりですよ、ディズニアさん。がっかりですよ。今、ふわっち中の全リスナーががっかりしてますよ。千秋さんはとつい、今までは反論する人が出てこなかったから、ふんふん、ディズニアの話聞いたけど、こういうことか。分かったでしょ、ハッタリ野郎って。便乗野郎が嫌われんの。リスナーの質が全然違うよ。うち3、4、50代だもん。うちのメイン層3、4、50代でしょ。向こう10代、20代でしょ。ガキども騙してもね、こっちは騙せないですよ。うん。キャスに帰れだよね、本当にね。これはマジでキャスに帰れレベルでしょ。大恥でしょ。いや、マジでね、どんどんね、これ以上枠開くと傷口がどんどん広がっていくよ。本当に恥かきまくってるけど、大丈夫だ。もう泥沼だよ、これ。がっかりでしょ、マジで。ディズニアリスナーやばいな。頭が悪すぎて驚いた。でしょ？客観的に見るとわかるでしょ？客観的に見るとわかるでしょ？よくわからないけど、11月、12月のことを言ってるみたいだけど、それって大丈夫なの？全然問題ないですよ。だから直接言いに来てって言ってんの。12月、11月って言っても、俺配信中だから彼の主張見れないんだよ。だから枠をお互い開いてやろうっつってんの。俺彼の主張一個も聞いてないのよ。一個も聞いてないの。でしょ？俺放送中だから聞こえないんだもん、彼の放送。そこが問題なんだよ。だから言いたいこと言ってるだけじゃん。ふわちみんは騙せないでしょ。年齢層上の、バカツガチがあれくれどものたまり場だからな、ここは。ここはね、だってね、ニコニコ生放送の時なんて呼ばれてたかっていうとね、配信者の墓場だからね。リスナーの墓場だよ。もう見るものがなくなって、もう際者たちが集まったのがここだからね。癖あるぞ、ここのリスナーは。見ずには見てた自分に失望するわ。いや、全然面白いと思うよ。それでもいいんだけど、ここまでぶち上げておいて本人がやろうぜって言ってんのにやらないってどういうことってなるでしょ。だからさ、モハメド・アリがさ、I'm great! とか言ってさ、蜂のように、何、蝶のように前、蜂のように刺せとか、ブワーってやって、戦いませんって言ってんだよ。サブってなるでしょ。どういうことみたいな。ガンガンやってんだよ、マイクパフォーマンスで。お前はクールじゃねえみたいな。最低な人間だみたいなことやってて、お前をリングの上で必ずぶちのめすってやって本人出てきたら、ああ、結構です。試合はちょっとって。これネット弁慶ってやつですよ。ネット弁慶。完全なネット弁慶でしょ。ツイッターまで拡散していただいてありがたいですね。もう笑えるよ、ここまで来ると。恥を上塗りするなっていうね。もうやめとけって。もうノンタンが飽きてコメントしなくなっちゃったからね。もうノンタンが飽きてるからですね。情けねえよな、ほんと。情けねえよ、ほんと。頑張れよ、マジ。のんちゃんがミズニャンの枠で1月に抜けてるって。いや、だから、ミズニャン言いたいことあんならかけて来いって。直接話しようよ。じゃあ、みんな質問です。
俺がリスナー、ミズニアンリスナーと俺が回答して、向こうは和道リスナーとミズニアンの回答しても、ラッチ開かないでしょ？俺とミズニアンの電話見たい人手挙げて、単純に。見たいっていうだけ、動機。ただ単純にミズニアンと和道の話聞いてみたいっていう人手挙げて。切ってあげて。それが何人いるかだよ、もはや。みんな見たいでしょ？和道さん、どっしり構えてミズニアンにこちらに来させてくださいね。和道さんが論破するのも見たいです。っていうか、俺は受けるっつってんのよ。俺はいつでもやるし、スカイプ ID も LINE ID も晒してんのよ、俺は。聞きたいでしょ？こんだけ聞きたい人を裏切ってんのは誰なのよ。俺は受けるっつってんだから。直接してほしいでしょ？全然やるって。逃げも隠れもしないよ、俺は。話すっつってんの。俺はさっきからずっと言ってるよ。話しましょって。この枠で30分間言ってるのは、じゃあお話ししましょうだけだよ。あとは向こうに行って。みんなで向こうに行ってよ、もう。俺にはどうしようもないんだもん。決めるのは本人だから。電話かけるかかけないかは。うん。でしょ？俺は出るから。うん。俺は待つから。うん。うん。もう俺はどうしようもないもん。俺は出るし。LINE ID も Skype ID も晒してるんですよ。うん。需要に答えてくださいよ。どうぞ。どうぞかけてきてください。僕は全然出ますから。逃げも隠れもしませんから。話しましょ？お話ししましょ？それだけです。僕の主張は。うん。新しいフォロワーさん、中村さんフォローありがとう。リラさんフォローありがとう。言ってもコメントする。いいんじゃないの？別に。うん。またやってんのよ。うん。喧嘩打ってきて尻尾巻いて逃走。いや、だからこういう時に実力の差が出るんですよ。ミズニアは自分が論破できる。情弱が、確たるネタがないとコラボ上がらんくらい、いくら煽っても無理。いいんじゃないの？だから、別に出たくないんだったら。出たくないんだったら、タイトルにすべきじゃなかったんじゃないの？って言われるだけだからさ。リスナーに。でしょ？リスナーの信頼裏切ることになるんだから。いいんだよ、それで。そういうスタイルなんでしょ？彼の。でしょ？彼のやり方なんだよ。それが面白いって言うんだったら、そういうリスナーくっつけてればいいんだよ。それがつまらないんだったらさ、他の枠見に来て、あ、和道の方が面白いわ、つってさ、そういう戦いなんだよ、配信ってもともと。もう飽きたっていうかさ、いや、だからこのタイトルの枠を続けてもらう限り、俺は売名されてるわけだからやるよ。向こうのリスナーもちゃんと閲覧取らせてもらいますよ。こっち側の閲覧取られてんだから。でしょ？リスナーで向こうでタイトル名前出してきてるんだから、閲覧を俺のリスナー見に行くじゃん。だったら水野のリスナー見に来てもらえますよ、僕は。いつも見てます。ありがとうございます。勝ち負け以前に、論点が一致してるかどうかもわからないのに逃げ宣言とかダサすぎる。いや、俺ね、逃げ宣言とか論点とかじゃなくて、タイトルに向こうから出しておいて、俺電話出るよって言ってるのに、電話出ないってどういうことなのって言ってんのよ。それだけただ。別に論も何も聞いてないから。何が不正受給なのって話だから。どうなの？何が不正受給なのって話だよ。うん。でしょ？だから全然聞くよ、話は。完全に被害者でしょ？現時点で言うと。うん。完全に被害者だよ。だって不正受給って言ってさ、嘘の情報をばらまかれてんだから。だから不正受給の証拠見せろって話じゃん。うん。でしょ？不正受給の証拠出せよって話じゃん。うん。不正受給じゃないから今こうしてここでタバコ吸って配信やってるわけだからさ。うん。そう、直接スカイプで話さないと意味ないよ。ほんとさすらいの言う通りだよ。うん。だから何でも全然受けるよ、俺、トツ。マジで。逃げるしかない。じゃあタイトル変えろって言って。もうせめて。タイトル変えろって言って。そうだよ。勝てる試合しかしないんだよ。そうだよ。正解。第三者としてどういうところを見たかったけど、ミズニアンって安全な環境からしか物言えないお子様ですね。まあそうだろうね。うん。議論にならないからと言われたから枠切った。いやーもうひどいね、これはね。これはひどいね。ミズニアンは職業選択の自由の侵害を結びつけてる時点で議論にならないと言っています。あ、だから議論にならないんだったらなぜタイトルに入れたのって話なのよ。でしょ？俺が言ってんのそこだけなのよ。タイトルに僕の名前使ったのはなぜなんですかって言ってんの。議論をする気もないのに、ね。だから俺は文句があるんだったら受け付けますしか言ってないから。本人の主張聞いてないの。まだ。だから話しましょうって言ってるだけです。皆さんいらっしゃい。楽しんでってください。初見さんもたくさんミズニアンから来てくれてありがとうございます。
新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、エリさんフォローありがとう、うん、僕はロリコンです、ね、本当だよな、僕はロリコンですにしてくれよ本当に、うん、とんでもねえ、不正受給は犯罪、和道さんは返還請求を受けてるってだけの話でしょ、異なるね、全然意味が分かんないよな、不正受給の意味分かってないよ言ってんだよ、うん、どうぞかけてきてください、どうぞどうぞかけてきてください、うん、あなたの奥さんは水谷に淫行犯罪者と言ってましたが、あなたはオレオレ詐欺で懲役食らってますよね、あのさ、俺の奥さんが言ったことは俺の奥さんに言ってくんねえか、俺が知らない間に奥さんに言ってんの、なんで俺が責任取らないといけないんだよ、お前何やってんだよ、めんどくせえ話引っ張ってくんだよ、俺の奥さんに言えよ、ツイッターで、知らねえよ、俺配信やってるだけだよ、俺は話しようぜって言ってるだけだから、みゆ姫さん、俺は妻にゃんと話しようって言ってるだけで、俺の奥さんに文句あるなら奥さんのツイッターに言ってくださいよ、なんで俺がケツ取らないといけないんだよ、意味がわかんないでしょ完全に俺被害者でしょ、嫁からも水にゃんからも被害受けてんだけど、新しいフォロワーさん、ボルキチさんフォローありがとう、もう訳がわかんねえわマジ、うん、俺が言ったことは俺責任取るけどさ、俺の奥さんが言ったことに対してなんで俺詰められないといけないんだよな、うん、落ちるみたい、 YouTube に動画上げなきゃ、動画上げなきゃ、水にゃん忙しいんでしょ YouTuber、 動画上げなきゃいいよ俺全然いいよ、動画上げよう、うん、動画上げようぜ、うん、土下座すんのが怖いでしょ、閲覧増えてよかったですね。今日全然多かったですよ。あの、リスワングランプリ、俺、僕トップで、もうすでに7000人ぐらいのリスナーいるんですよ。むしろ、かそってるぐらいです、今。うん。中井正広さん、フォローありがとう。ありがとうございます。今日は閲覧少ないぐらいですよ。はい。今、現時点で。あ、僕は全然美味しいんで、全然いいですけど。新しいフォロワーさん、中井正広さん、ブルちゃんさん、エリさん、七五のセブンさん、いらっしゃい。楽しんでいってください。ありがとう、全部。僕は全然寝ますよ。水には炎上させて閲覧稼ぐ、便乗配信者。いや、まあ、それが彼のスタイルだからね。何を今更っていう感じでしょ。全然何を今更感なんだけど。うん。何を今更でしょ。サメちゃんの家行った時は彼女って言ってたよね、いつ席入れた、席は入れてないです、内縁の妻です、初見フォローします、ありがとう、フォローありがとう、ぐんまちゃんありがとうございます、うん、なんか俺が詰められる理由が全然見当たらないんだけど、ミズニアン責任取ってよ、うん、結構おでこ来てますよ、もう32ですよ僕、うん、年ですもん、みんなね、男はハゲるんだよ、ただね、人よりハゲるのが早かったんだよ来てます、来てます。前回合計6000人来た。そうだよ。4時間で6000人来てますよ、僕。うん、初見さんいらっしゃい。エリちゃん、フォローありがとう。一緒に同棲したきっかけは、同棲してないです。はい。同棲してないでーす。うん。刑法123条、名誉毀損罪、3年以下の懲役で告訴したらえばいい。いやいやいや、暇じゃないっすね、そこまで。そこまで暇じゃないっす。勘弁してください。いや、早く配送するのか見たいんだけど、どんな言い訳をして配送するのか見たいんですけど。さあ、どうやって逃げるかな？そろそろもう、ネタ切れでしょ、水にゃ。ねえ。俺余裕たっぷりだよ。うん。彼女何してる人？スーパーニート。エグゼクティブニート。何年働いてないんだっけ？のんちゃん、何年働いてないの？え、でも1年半だよ。1年半か？あ、そっか。エグゼクティブじゃないね。うん。告訴する前にトレーニング。もう終わった。2時間トレーニングした。バッチリでーす。仕上げてまーす。去年の6月に辞めたんだ。あ、そうだったんだ。ごめんごめん。はい、バッチリ仕上げてますよ。今34センチです。今34センチ。バッチリ仕上げてます。テルジャンピンとぶん殴り合います。リングで。配信で。お国と戦うのが先じゃないですか。その通りなんだよね。
でもまあまあまあ全然いいんだけど、全然いいですよ僕は、うん、わし裏方やからよろしく。何の裏方なの、うん、オラの方が筋肉ある。おお、まだね鍛え始めて1ヶ月なんでね、どいつもこいつも便乗ばっかり仕掛けてくるよな本当。新しいフォロワーさん、ぐんまちゃんフォローありがとう。飽きてきたな、飽きてきたな、めんどくさくなってきちゃったよもう。水とマッチングしたいって便所に言おう。俺だから全然ウケるよ、リングの上でも別にトツでも何でもいいよ、文句あんなら。心霊配信面白かった昨日、うん、すごい良かった。最後良かったね、最後感動したよね。無縁仏4000体っていうの、4000の無縁仏はすごかった。あれ日本人ならあそこ一回行くべきだよ、うん、証明はできないとか言ってる。証明できないんなら話題にすんなよ本当に。本当勘弁してくれよマジで、謝ってほしいレベルなんだけど。筋トレと法律まで頑張ってくださいね。えどうすればいいんだろうね、うん、せっかく来たがつまらなさにがっかりだ、頑張ってください。俺に言うのそれ。俺は出るっつってんだから、逃げてる方に言ってよ、勘弁してよ。会える枠で色気じゃなくてガチで来いって聞いて好感度上がった。色恋じゃなくてガチ来いって聞いて、あー筋トレだけ頑張れ、なんで。あなんか腹立つなー、でも すげえムカつくんだけど、言いたい放題言われて逃げんのかよ。ねえわ、ほんと謝れよな。タイトル権に、タイトル権について勉強不足でしたって、何も考えないで寝起きでネタ探してたら拾いましたって言えよちゃんと。ダセえやつだな。自分からかけてた、かけてたじゃない俺、だって LINE ID 知らないもん。どうやってかけんだよどうやってかけんだよ、 LINE ID 知らねえよ。どうやってかければいいのじゃあ、知らない相手に。見えるんだ、すごいね、詐欺師だね。オレオレ詐欺じゃないよ、詐欺罪ですよ、信託受益権詐欺。いや、わかんない。ニルバーナ聞く、うん、そうだよ、ニャンから目が離せないですね。いや、ほっといていいでしょ、もう懲りて、これで終わりでしょ。俺詐欺じゃないって、だから信託受益権詐欺ですね、信託受益権詐欺、うん、オレオレ詐欺はないんですね。あんまり上手じゃない失礼しました。ギター始めてまだ1週間です。エリック・プラプトンとかできない、ギター始めて1週間。うん、
はい、こんばんは。ジミヘンドリックスなんか無理でしょ。神様だぜ、ギターの。二人ともエリック・クラプトンもジミヘンドリックスもギターの神様だよ。ギター始めて一週間のアホに弾けるわけねえだろ。うん。昔自分で作ったとここの前言ってたじゃん。だってさ、それ中学の時のさ、カウント入れる？中学の時フォークそれ、弾いたことあるよ、多少は。だけどさ、何年ぶりよ。14歳の時とかにさ、ほんと1ヶ月ぐらいかじったぐらいだぜ。みずやんから、あきらさんいらっしゃい。詐欺師ではないです。マドです。よろしくお願いします。オリジナル？牛島くん似てねえだろ。山田孝之イケメンだろ。タイムラインでつぶやいてる？嘘。今度鮫島さん出てくんの？味方についてくれんのかな？どうなんだろう。ちょっと見てみるわ。鮫島さん来るの？鮫島さんどこ？タイムラインでつぶやいてる。1ヶ月と、じゃあもう訂正するよ。1ヶ月と1週間です。ギター歴。生活保護はもらえるものじゃないからね。一時的な扶助だが、扶助されていて、収入申告とかお前バカなの。職業差別はしないよ。お前の人間性を差別してる。ちょっと待って、見てみるわ。生活保護はもらえるものじゃないからね。一時的な扶助だから、扶助されといて、収入無申告とか、収入申告してますよ、僕。職業差別はしないよ。お前の人間性を差別してるんだろ。どうなんだろうね。これ何が言いたいんだろう。どういうことなんだろう。サメ島さんはどうやら敵側ですね。サメサメニーヤンも便乗っすか。サメサメニーヤンとミズニャンから便乗されてんの。多勢に無勢でしょ。味方張ったと思ってたら敵だったわ。残念なお知らせでしょ、これ。残念なお知らせだよ。敵がまた一人増えたわ。補助。残念なお知らせでしょ。昨日からの流れ関係ある。ニコ生やんねえよ。っていうかさ、お前ら配信者だろ。文句あんならトツかけてこいよ。どうしちゃったんだよ、最近の配信者よ。おめえら腐ってんのかよ。おめえら配信者だろ。ツイッター職人か？あ？タイトル職人かよ。汚ねえな。お前ら言論で勝負してんじゃねえのかよ。文句あんならかけてこい。バカが。ホームレスだったの。
いや、まあいいよ。だから向こうが俺のリスナー持ってくんだったら、俺もミズニアンリスナー持ってくだけだから、目には目を、歯には歯をで同じことやるよ。別にやましいことないもん、全然。家がない人もらえますよ。頑張れよ。まあ全然乗っかってくれていいけど、配信者だから。怪しいってなんだよ。なんで？生活保護で家借りた。なんだよこれ、袋叩きか、これもしかして袋叩きに合うのかこれ。勘弁してよ、誰も味方についてくんないの。失礼します、初見さん、あ、アイテムありがとう。働ける状態で生活保護を受けてたことに腹立ちます。生活保護で本当に働けない方が、最低限の生活をするためにあると思ってます。国民が納めてる税金もらって好きな仕事をされてるの腹立ちます。はい、ご立腹、ご立腹ありがとうございます。腹立つもんはしょうがねえよな。そんな俺に言われても腹立っちゃうもんな。俺にできることは何もないよ。俺にできることは何もないよ。なんで雑が激しいって。だって怒ってるんだもんな。そっかしか言えないでしょ。まあ腹立つもんはしょうがないよね。いや俺病気でも働いてるよ。あ、発達障害だね。もう飽きてきたな。もう飽きてきたよ俺。疲れたよ。疲れたよマジで。俺酒はやってよ。ブロリーさんいらっしゃい。あ
ーもう早くタイトル切ってくんねえかな。もう泥沼の戦い嫌だよね。収入あるのは生ポ返せって単純な話。生ポ返せ、収入あるのは生ポ返せの意味がわからないわ。申し訳ない。うん。旅配信は何月から？ 4 月からっすね。今の予定4月で考えてます。全国です。ギターアンプつなげるよ全然。うん、できるよ。わざと出してないだけだよ。うん。裁判費用高いよね。ほんと高いよね。いくらぐらいかかるんだろう。うん。働いてるよ俺。包丁男に、ああ、いろいろね。懐かしいね。高ければ高い山の方が登った時気持ちいいもんな。桜井さんじゃないですか。何の仕事してんの？映画作業所。裁判費用安く済めばよくね。なんであんなに高いんだか。いやだからあれでしょ、国家権力に歯向かうようなやから金用意してから物を申せってことでしょそういうことなんじゃないの、わかんないけど、そういうことなんじゃないのかな。うん、新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、やっさんデブ王子さん、フォローありがとう。金はあの世には持っていけない。異議申し立てではね、別によくあることじゃん。そう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 。まあ、異議申し立てからね、発展して憲法論争までしたいと思ってると思うけどね。うん。うん。
ちなみに本当に裁判するの、まずね、手続きの順番があるんですよ。まず正式な書面が来たからですね、それは。風船プレゼントありがとう。力丸さん、風船ありがとう。おりおとうさん、ありがとう。こんばんは、たかやん。ハートはバーンです。はじめまして、いらっしゃい、楽しんでってください。あまねくん、ワード2、ギリチョコプレゼントありがとう。ありがとう。さん、いらっしゃい。ニルバーナ泣く？マジで。はい、ワード2。配信歴どれくらい？俺3年と8ヶ月。ハードコマンやめろ、マジで。死んでるけど泣く。ニコ生出身だよ俺。3年ぐらいニコ生ずっとやってた。はい、逃げた。ミズニャン、どっか行っちゃった。ああ、俺のおもちゃが。インテリナノルだけあってすごい。洗脳されちゃったの洗脳されちゃったの。他のリフないの？そうか、ここか。水には落ちちゃった。自分の信じた道を行けば分かるさ。いい年で下手くそ、すいません。申し訳ないです。どうもすいません。はい、下手です。たくさんアイテムもらっておいてお腹いっぱいになったまた一人配信者が、ダメな配信者が生まれたよね。よいしょ。さっき水にあんのは格好悪かったかな、残念。
いや、下手なもんは下手だかんね。まさか和道さんから LINE& スカイプ誘いが来てるとは思わず逃げちゃった。まあ来ると思わなかったんだろうね。この件説明したら、ま、みんな納得するでしょう。いや、なんかみんなに説明をするために枠を開いたわけじゃなくて、俺本気で裁判に関しては怒ってるから、別になんつうの、みんなに構ってとか俺すげえだろうとかやりたくないのね。別に聞いてくれる人は別に普段聞いてくれるから、だからなんか配信のネタにされたらさ、結局ミズニアンと俺のバトルが見たいってなるだけじゃん。だから俺ネタじゃなくてガチでやってるからさ。だから別に普通の枠でも全然質問もらったらやるし、今でも答えるし、自ら説明するって感じじゃないよ別に。まあはっきりしておいてほしかったろうね。まあまあまあしょうがないよ。便乗されて感謝してるよ俺。別に俺みたいな仮想配信者の名前に出してくれてんだから。ずっと一日話してるんだから、この件はお腹いっぱい。本当だよね。もう聞きたくないよね。後悔後を絶たず、みんながついてるさ。全然全然。俺はだってさ、いつでもさ、今日丸一日かけてずっとさ、この件については放送して話してるわけだからさ、みんな内容聞き飽きてるぐらいじゃん。でしょ？なんか、ミズニャンが完全に早とちりしただけだから、俺としては何言ってんだこいつっていう感じだから、まあいいんじゃん。そうそう、だからミズニアンが間違えてんのみんなリスナー分かってるじゃん。ワドが裁判をやるっていうことによから口出して、ワドはやるだけだしな。そう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 。別になんか知りたいとか詳細を教えてって言われたら語るっていうだけだもん。あ、頑張ります。タスクさん、ありがとう。古代いらっしゃい。古代さんいらっしゃい。便乗に乗ってくるのを待ってるんだよ、あの人は。いや、乗ったらだって逃げられたんだ。タイトル変えて配送？誰が？誰がタイトル変えたの？戻ってきたよ。通報で落ちたんじゃない？ちょっとで、通報でブルったんだろうね。はい。
ちょっと電話します。もしもし。お疲れ様です。お疲れ様です。はじめまして。すいません、自分の方から突然連絡してしまって。はじめましてですね。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。食堂と申します。よろしくお願いします。ドレさん、よろしくお願いします。すいません、あのドレさんの枠たまに拝見させていただいて、ちょっとこの前の熱い枠、ありがとうございます、大好きでファンになりました。ありがとうございます。はい。で、ちょっとお願いがあってですね、ドレさんにあの DM を送らせていただいたんですけど、はいはい、あの、はい、テルチャンピンの、あの、僕、ベンダサローさんの企画で、うん、あの、テルチャンピンに戦うことになりまして、はいはい。で、ちょっと勝ちたいなと思っているんですね。うん。で、なんかこう、知り合いで、なんか強そうな人を頭の中で呼ばれたら、うん、浮かべたら、ドレさんが頭に浮かんで、うん、でドレさんのこと全然知らないんですけど、うん、あの、うん、もし、あの、なんかタイミングがあれば、なんかトレーニングしていただけないかなとか思いまして。うん、そうですね。あの、はい、自分もちょっとね、すごい強い人と当たっちゃって、はい、その余裕はそんなないですよ。はい、あの、どなたかに、はい、ね、上から、その、俺が教えてやるよっていう立場じゃないんですよ、今。はい、なんだけど、わざわざね、ワードをそうやって声かけてくれたのに、はい、なんか自分ができることあったらね、協力させてもらいたいし、まあ、まだ3ヶ月あるんで、はい、例えば基礎から始めて、はい、ね、時々一緒に練習して、はい、で、こういうトレーニング家で一人でやればっていうのを教えますんで、はい、それやってもらって、ありがとうございます、はい、それでまあ試合近くなったらね、スパーリングっていう形で実践形式でね、少し。はい。ただね、はい、格闘技そんな甘くないですよ。3ヶ月ちょろっとやって、はい、強くなるっていうもんじゃないし。わかります。はい。俺は今回の戦いは、はい、その、技術を見せるあれじゃなくて、やっぱ男気見せる勝負だと思うんですよ。はい。やられても前に出るとか、負けるかもしんないけど行くっていう勝負だから、うん、付け焼き場で、勝ってやろうとかって気持ちは捨てた方がいいですよ。そうですね。僕自身は、やるからにはちゃんとやりたいと思って。うん、で、やっぱテルも、うん、乗ってるし、テルチャンピン嫌いじゃないですよ、うん、僕。だから、いい勝負しようって言ってくれたんで。まあそこに答え。ダメ！そんなのダメ！いや、お互いの存在が出て潰しいかなきゃ、いい試合なんか誰も見たくないよ。うん、それで。あいつ強いよ。あ、強いっすよ。強いっす。だから、まあ半端にやりたくないなと思って。なんか強い人にちゃんと教わりたいなと思ったんですよ。要は全力でぶつかって、うん、要は、まあやろうと。ベストバウトやろうよっていう気持ちですね。いや、俺ね、はい、テルチャンピン正直そんな仲良くないけど、はい、あの認めざるを得ないよ。うん、青山強いよ。そうですね、気持ち強いですね。あれ配信でね、ふざけてね、はい、三味線弾いてるだけであれは強いよ。強いですね。はい。だからその1ラウンド、3秒っていうのは冗談じゃないと思うよ、はい。本当に油断してたらやられるから。そうですね。はい。じゃあ最低限の基礎からやって、あとは、ちょっと、和道くんのその根性を見せてください。了解です。どんだけやれんのかっていう。はい。で、俺もやんなきゃいけない。人のことを上から言ってる立場じゃないけど、じゃあお互い一緒に頑張りましょう。ぜひぜひ、よろしくお願いします。まあ、今ね、いろいろ大変な、はい。時だけそっちも負けないで。そうですね。いろいろ、抱え込んでるんで。いろいろね。はい。うん。まあ、それはそれなんで。はい。はい。もし。またじゃあ、時々ご連絡。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、失礼します。失礼します。皆さん、失礼しました。よろしくお願いします。ドレ深夜食堂さんです。ですね、僕の方から、先ほどですね、ちょっと、トレーニングをやっていて、ドレさんにちょっと、コーチをお願いできないかっていうことで、DM をさせていただいて、で、今、お返事が来たって感じです。はい。ちょっとね、テルチャンピンとガチでやり合おうと思ってるんで、生半可にやったら年齢的にもね、フィジカル的にも勝てないんで、やらせていただきます。まあ、セコンドは勝ってるんでね。セコンドはロハコさんなんで、うん、セコンドだけは多分一流の最強のセコンドをついたんで、うん、ドレさんガチだよ。ドレさんガチですよ。
ドレスイヤス福蔵さん、ドレさん50代なの、マジか。うん、走るのもしないとダメかもしれないですね。頑張って和蔵さん。うん、今筋トレとね、ちょっとね、走りをやってます。うん、あと公園でね、シャドウをやってます。公園でシュッ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 。チャンピン強いのかパッと見弱そうだけど、あのね、パルパルの時に、俺本気でさ、パルパル殴ろうとした時に、テルチャンピンが飛び込んできて、そらしたでしょ。その時に、あ、反射神経こいつやばいと思った。うん。その時にね、あ、見られてるってことじゃん。要は横から入ってきて止められるんだもん。それでもう実力差があるんだよ、完全に。だから俺のパンチ全部見えちゃうんだよ。避けられるんだよ。カウンターも取れるんだよ。だからまずいと思ってるね。うん、俺本当はねパルパル指名したんだけどね。うん、いやーどうなるかだよな本当に。うん、どうなることやら。ジョジョ的な守護霊ロハコさんにつけてもらおう。スタンド、スタンド召喚するスタンド。ヘッドギアありですか？なかったら気をつけてください。ヘッドギアなしですね。ムエタイ式です。ヘッドギアなしです。うん、それはね、俺配信で殴ったわけじゃないんで、ツイッターの、ツイッターじゃない、 YouTube に載ってるんじゃないかな、動画。パルパルね。ドレさん50代なのかな、わかんない。年齢聞いたことない。初絡みですね今の電話が。わからないです全然、何がどうなっているのやら。北朝鮮のミサイル問題？顔は守ってくださいね。顔は守るっていうかね、避け、パンチは避けないとね、パンチもらいに行くっていうのは。YouTube 動画ある、ありがとうございます。テレチャンピン強いっすよ。だからね、ガチの人じゃないと無理だなと思った。ガチの人じゃないとダメだよ。生活保護返還するんですか？ですね、返還をする、一部を返還するのは納得してるんですけど、一部の返還に対して納得していないので、その部分に関して訴訟を起こすっていう考え方です。みんなの相互フォローさんいらっしゃい。ドレさんが言った通り、負けん気が強い方が勝つと思います。そうだね、本当に。本当にそうだと思うよ。だ結局喧嘩になっちゃうと思うんだよね、3ヶ月しかないから。結局喧嘩だと思ってる。強化合宿、体幹鍛えないと首相撲を持っていかれる。首相撲の距離までね、縮めらんないと思うよ。首相撲って相当クリンチする距離ってすごい怖いから。ドレさんパンチドラッカーらしい。あ、そうなの？全然わかんないけど。俺好きだよ、ドレさん。だからドレさんにお願いしたのはそこだし。ガタイ見て、あ、この人だなぁと思って。なぜ戦う？俺は、だから、免除さんに企画があって、あ、面白そうと思って、一回戦ってみたいと思ってたから、で、配信者じゃん。ねえ、いい企画だなぁと思ったし。サメちゃんも敵になった。いや、サメちゃんさん自分の言いたいこと言うよ、前から。ずっと言ってるじゃん。別にブレてないと思うよ。変わってないし。K1 とかでも大体後ろに下がる人は負ける気がする。そうだね。アウトボックスで本当に上手い人じゃないと無理だよね。他に配信者誰の？金梅さんとセブンさんと、ヒカルくんとセブンさんと、里美さんと誰かと、メインカードがベンゾ太郎さんと、ユイガさんの殴り合い？ 10 ラウンド。すごいよね。メインディッシュがユイガさんとベンゾ太郎さん10ラウンドだってよ。ああ、そうだね。漫画喫茶フラットスペース好きですね、僕。ローパーさんいらっしゃい。喧嘩無敵な人いたやん。名前忘れたけど、その人にトレーニングしてもらおう。ああ、ほら、でもリスナーさんだし、忙しいからさ。喧嘩スタイルね。セコンドについてもらおうと思ってるんだけど、正義の味方に関しては。でもね、ドレさんは、なんか配信でコラボの件に関して、ちょっといろいろあったから、ドレさんがいいなっていうのもあったの。
配信でコラボできるきっかけが欲しかったのね。和道もブレないのがすごい頑固なんだよ。待て、なぜさとみが、さとみさんは相撲で出るらしいよ。さとみさんが70何キロで160キロの人と相撲を取るって言ってたよ。配信の喧嘩の強さ必要ない。でも見に来るでしょ、みんな配信見るでしょその日は。ズキティも女、ズキティっていう人ね、160キロの人、で相撲を取るらしいよ。さとみさんは相撲なんだって、女相撲。ちょっと俺流れ全然分かってないから申し訳ないんだけどさ、腹抱えて笑うぞ。その日はね、いや、便所太郎さんが配信はつけさせないって言ってたよ。公式の方で1個の配信サイトでやるって言ってたから、多分俺の枠はだからボッコボコになった俺の顔じゃん。あー、ごめんや、ごめんっつって。俺ダメだったかもしれないっつって。わかんないけどね。それ面白いでしょ。ドレさんとワドウさんなんとなく似てますね。似てるかな？どうだろう。俺結構かっこいい人だと思うよ、あの人は。好きですね。応援してますのでやりきってください。無理はしないでください。頑張ります。体つきでわかるっしょ、どういう生き方してるのか。体と目と姿勢に現れると思ってるから。俺みたいにこうやって猫背でさーとかうえーとかさういーとか言ってるわけじゃないじゃん。こうやってドッと構えてこうやってやってるじゃん。違うと思うよって和道さんと配信始めたの同期って誰かいますか？同期はね、同期誰だったかな。実は橋本くんが全くの同期かな。もう全然向こうの方が上だけど、確かね、橋本くんと2ヶ月差とか、あと有名な人はその人ぐらいかな。俺は実力的にライバルだと思ってたの川崎洋平とかだけど、あ、ゆいださんの枠でやるんだ。マグキさんフラットスペース入るとき膝強打、メモレイは時期違うんじゃないかな。優しそうなところが優しいかな。あんま言われたことないですね。嬉しいですね。優しいって言われると嬉しいですね。スネ打ったら大丈夫。最近キムが鍛えてるのはそれだったのか。石野はもう知らないよ。本当にみんなと一緒ぐらいわからないよ。むしろみんなの方が詳しいぐらいだと思うよ。全然わからないです。元気にしてるといいですけど、まあ彼は別の道を歩んでるんで、配信者じゃないからね。どっかで幸せになってると嬉しいですね。いつか飯食いたいっす。ゆいがさんって便所には勝てないと思う。どれさんと便所でウィンウィンだと思う。俺でもゆいがさんのその気概が好きだけどね。10ラウンドやろうよっていう、その勝つか負けるかじゃなくてとことんやりたいって言ったらしいよ、便所さんに。だから10ラウンドやらせてくれってお願いしたらしいよ。俺すごいと思うよ、それを言えるのが。あの年齢で明らかに相手の方が強いの分かってるはずだと思うよ。俺便所さんにそれ言えないもん、とことんやろう、10ラウンドやろうって。それかっこいいと思うけどね。どうなんだろう、勝つか負けるかじゃねえって、自分の力の限界までやりたいって。10ラウンドとか死ぬぜ本当に。絶対無理っていうレベルだよ。俺3ラウンドフルで戦えないもん今。3分が1ラウンド全力できるかどうかだと思ってるから。
2分3ラウンド制って聞いてたんだけどね、3分3ラウンドって言われたから結構マジでやんないとなと思ってるよ。さて、じゃあそろそろ寝ようかな。うん、みんなお疲れ。ゆっくり休むわ。明日も仕事だから。みんなも頑張って、仕事。日曜日にたくさん見に来てくれてありがとう。今日はですね、昨日の夜中の10時ぐらいからずっと放送をやっていてですね、まあ1日っていうかもうずっと配信やってました。でですね、フォロワーさんが、137名増えました。新記録です。ありがとうございます。本当に嬉しいです。新しいフォロワーさんが137名増えました。本当にありがとう。頑張ります。ふわっち大好きです。みんなで盛り上げていきましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。また明日、仕事から帰ってきたら放送やります。おつです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。